わからすぎて、もうこんなポイしましょう。おー、水きれいだな。ちょっと前進みましょうか。多分あれ行かなくても大丈夫と思うんでね。もしあれが行かないとダメってなってくると、割と俺は積みますね。全然わからんかった。で、これなんだ？ここが？ほう。間を通っていくってことですかね、これ。あ、なるほど。間を通らないとダメなんだ。こうすいけるんだ。はあ。間を通ること意味があるか。こうやっていけば、あ、なるほど。間を通すこと意味があるんですね。これは、つまり、間に通ってしまうと、多分電極が多分ダメになるんですよね。難しすぎないか、このゲーム。なんだこれ。マジで。全然わかんねえぞ、これは。こっちか。一層のこと、こうやって回していくか。どうだ。ダメだよね。横を通ることで、あっちを反応してるんだよな。なんとこういう、こうなってくるのかな？なりませんね。こうとか。やばい。さっき見つけた法則性。何も、なんか。あ、そうか。向こう先に通る地を間違えてるのか、もしかしたら。こう説ありますね、これね、もしかしたら。最後にひどい横を通らないとダメと考えたらこうですかね。違いますね。一層のこと、こうやって、こうやって、こう行って、こう行って、こう行って、こう、こう！案外シンプルにこういう道順かな？最高。横を通ることはあまり良くないことなのかもしれませんね。一層のこと全部通っていってみますか。まりの難しさに頭がパンクそうだけど、これが全部通ってんじゃないか。通ってませんね。こう。なんだこれ。どういうことなんだ。白と黒の関係性は大体分かったけど、その後が全然分からないでしょ。一体どうしてこれこうなんの。これを行くと、この辺までは合ってる気がするんだよね。こうだよね。こうすると、こういうこと？なるほどね。同じ枠にこれを入れるといいから、こうすればあれだ。なにー？ あ、わかった、これはわかったわ。なるほどね。白と黒を分断しないといけないのか。なるほど。なるほどなのか。ド入っちゃうもんね。黒がこうなってくると。そうなんだよな。あ、そうか。こうやって、こうやって。お、こうすればいいんじゃないか？こうでもないか。
あ、簡単だったわ。ここで、向こうに行けるんですか？何これ。結構フィールドでかいですね。何があるんだ？すっごいでかい。おお。なんだ？してみよう。狭い通路を通っていくとそこにあるのは？音がする小屋。なんだこれ？いや、これなんか嫌な感じするぞ、これ。なんだこれ。あ、なるほどね。今回は、あれですね。同時にやる系だ。え、なにこれ？筋トレグッズ？もしかして。全然わかんないけど。あ、洗濯機がある。違う、これなにこれ？乾燥機？いや、違うわ。なんだこれ。お、これなんだろう。あ、降りれないんだ。最後に海に行ったのは一体いつだったのか。そう。それは小学校の頃、魚釣り行った時だけ。そう。え、マジで海行ってねえわ。すごい懐かしい海。お。これも同時にあるんだな、多分。や、これさっき何が違ったんだ？ああ、なるほどね。操作は逆になってんのか。やっぱそう、お、こうやって。よし。こっちがあれか。いや、これちょっとなんか操作めんどくさいっていうか難しいですね、これね。これ1個持っておけばいいですね、単純に。どんどん大きくなっていったな。え、なにこれ、なにこれ、なにこれ。細かい、細かい。え、見づらい、見づらい、これ、もうちょっと待って。こうかな？難しい。ちょっと待って。お、来ましたね。おお、音が鳴ってる。なに？え、開くの？開いたんだけど。降りればいいの？え、降りれないけど。え、なにこれ、なにこれ、なにこれ。なんだ、開いただけじゃねえか。びっくりした。あ、洗濯機音鳴ってる。あ、これなんだ。こうやるでいいのか。はい。こうかな。あ。なるほど。なるほどね。簡単に見えて簡単じゃないのか、もしかして。こっちから行けるのか、こっちあれでも通れないもんな。こう行って。右行けなくて。いっそ、こう行けばいいのか。なるほどね。お、なんか開いたぞ。なんだ？何があるんや、これ。走ってってみるか。なんもないけど。え、何？何があったの、これは。どっか開いた？開いてないよね。なんか音が鳴ってるような、鳴ってないような。何か起こってるような、起こってないような。ああ、こっちですね。鳥、道はどこだ？ここではないのか。こっち行って、こう行って、で、右行けないか、まっすぐですね。まっすぐ行って、
右で、まっすぐ行ってこうか。よし、じゃあこっちですね。はい、まっすぐ行ってこう行ってこう行って、あ、これは簡単ですね。うわ、なにこれ、めちゃくちゃ見づらいけど、こう行ってここかな、ここですね。はい、おお、電源が入っていったぞ、ついに。こっちでしたよね。ここに入ったってことは、こっちに何か何もないのでは、ないんかーい。ちょっと待って、なにこれ、違うな。これさっきやったとこだもんね。さっきやったとこだからこれは違う。じゃあ一体どこなんだ、こっちか、違う、なんだ、どこだ。いや、焦るな。きっと何かがあるはずだ、ここには。あ、電源ついてるわ。あ、ここのパート終わったんだ。よし。は？これは？何？これは全部誰か、外に出してから入るパターンですか？こうか。形はそんな違わないよね。全部を通らないっていう方法ですかね、ワンちゃん。どっかヒント落ちてねえかな？ヒントねえか、ヒント。本当に。なんだこれ。いや、パズルゲームむずいな。いや、パズルゲームやりたいと言ったけど、俺は。まさかこんな難しいパズルゲームと思わなかったな。ある程度ね、なんかこうヒントがあって、もう少しなんかこうね、いやー楽しかったって言って、そういう系かなと思ったら、そんなことないですね。いや、でもこのゲームをクリアしたとき、めちゃくちゃ頭が良くなる気がする。そう思ったとき、やらざるを得ませんね、このゲームは。うん。何がダメなのか、全くわからない。いや、ここだけはね、絶対に今日はクリアするぞ、俺は。一体何がある？こう、こう、こう。ここではないのか。若干なんかですね、白いですかね。通ったら黒くなりましたね。なんだこれ。じゃあ、押す、と、マップは左右対称ではあるから、一層こう、何か絵を描くのか？あそこの道以外を進めばいいとかですかね、もしかしたら。ワンチャン。ワンのチャン、その可能性、あるかも？ないよね。となると、こう行って、こうやって、こうやって、こうやって、こうして、こうすると、まるでダメ。くっ
そうなんだこのゲーム。難しすぎるぞ。誰か医者呼んでくれ。頭が良くなる医者呼んでくれ。本当に。いや、これ完全にドクター人間でも、あれですね。俺がならないと、ドクター人間にか。いや、待て。あやふやな答えでやるのやめよう。漠然としてやめた、このゲームはね。答えがあるゲームですかね、このゲームはね。答えがあるゲームを、俺は探す。答えなんてどこにもない。これ答えないんじゃねえのこのゲーム。ほんとに。むずすぎんよ、このゲーム。ちょっと待って。なんだこれ。どこだ？いや、何か字を書くんじゃないか。ミントスの M を書いてみるか。はい、ミントスの M。書けてない。終わり。これはこうだと思うんですよね。理由としては、なんとなくそう思うから。どこなんだ？え？なんだろう、この圧倒的手詰まり感。本当に手詰まりなんだけど、ちょっと待って。むずくない？このゲーム。ちょっと待って。どうすればいいんだ、俺は。ここじゃないもんね。こうか。ゴールは見えてる。ゴールが見える、ゴールが見えていない。盲目なのか、俺は。心が。よ、こうやってみて。あれ？今、何も考えずに動かしたんだけど、やっぱ俺はあれなんですかね。頭で動くタイプじゃないですね。やはり感性の毛なもの。間違いないですね。